まず今日は皆さん、お集まりいただきましてありがとうございます。冒頭少し、遅れまして申し訳ございませんでした。改めまして、私れいわ新選組、共同代表を務めております衆議院議員の櫛渕万里です。今のご質問にも関連いたしますので、私から、冒頭申し上げたいと思います。本日ですね、5月18日の本会議場の壇上における私の行為について、登院停止10日間という重い懲罰が下りました。まず私は国民の皆様からいただいた大切な一議席を私の行為によって登院停止10日間という重い処分、それによって委員会への出席、国会での質疑、そして本会議での採決という国会の言論活動ができなくなってしまったこと、国民の皆様にまずはお詫びを申し上げたいと思います。申し訳ございませんでした。その上で今回の処罰については、私も本会議場での弁明させていただきましたが、私の行き過ぎた行動があったとすれば、そこについてはお詫びを申し上げている。そのことは委員会でも申し上げてきた通りです。しかし同時に粛々と悪法が通っていく今の国会において、本当に国民の皆さん、この国に生きるすべての皆さんが30年も賃金が上がらない、その上にコロナ、そして物価高、さらには電気代もさらに上がるという、そんな中でですね、増税や負担増、こうしたことに苦しんでいる、そうした思いを本当に一国会議員として今この粛々と通ってしまうこの国会において何ができるか、その思いで掲げたのがあのプラカードであり、与党も野党も茶番、このようなメッセージであり、そして一番痛かったことは戦う野党の復活を求めます。このことが私が前議場における議員の皆さんに呼びかけた真意でありました。先ほど、我々のプラカードは良くてどうして他がいけないのか、それはぜひ決定を下した皆様に聞いていただきたいと思います。今回の処分については、本当に国民の皆様にこの大切なお預かりした一議席を、国会活動ができなくなったそのことに本当に心からのお詫びと、そして、悔しさも含め、まずは今日つい先ほど決定したわけですが、正式に国民の皆様にお詫びを申し上げたいと思います。ちょっと座らせていただきたいと思いますが、すいません、関連でですね、その処罰についての中身、2点だけ申し上げたいと思います。一つは、まず処罰にかかる時の趣旨説明の中にありました、動議の理由について、私はやはり一つ議会の品位っていう言葉がありました。これはぜひ今回の処罰を受けて、国民の皆さんと一緒に議会の品位とは何なのかということを共に考えていきたいというふうに思います。委員部等に確認をしましても、議会の品位という規則が書いてあるだけで、その中身は明文化されたものは特にないんです。議会の品位とは何なのか、もちろん言論活動を受けるルールやそして規則というのは、私も弁明で申し上げているとおり最大限尊重していく、それは変わりはない気持ちですし、そのことはお約束を申し上げたいと思います。ただ議会の品位というものは何なのか、さまざまな本会議場におけるだけでなく、委員会での過去から今に至るまで、今国会だけでもさまざまなことがあると思いますけれども、そのことが1点、皆さんと考えていきたい、それが一つです。
そしてもう一つはですね、趣旨弁明、趣旨、説明の中には令和新選組の会派代表としてという言葉がございました。この懲罰動議というのはあくまでも歴代見てもですね、個人にかかるものなんですけれども、会派代表としてとか隣にいる大石議員に関わる注意に関連してとか、いわば連帯責任のような表現があることは大変疑問であります。戦後の民主主義の国会のルールの中でこうした事例があったんだろうか。連帯責任ということを少数会派だから言ってきたのかどうか、その真意は分かりません。処分が下ったからには、私は本当にこのことを、国民の皆さんとこれから一緒に考えていく一つの、材料を得た、そしてより議会制民主主義が発展したものになるよう、そして国会の外にいる国民の皆さん一人一人と国会との距離をもっともっと縮めて、国会の中の活動をもっと可視化させて、本来の意味で議員一人一人が国民の代表者として、国民が置かれた苦しみや痛み、そして戦前、新しい戦前かもしれないと危機感を持っている、そういった人たちの声をしっかり代弁し、議論ができる国会にしていけるよう最大限努力をしていきたいと思います。以上です。